苦しいカヘイルのショット決まりません。小林レイアップとの基本プレーが、今なんか見てましたのもうヘイルは困ってるのがありあり出てましたね。おロングでいった、うわー決まりました。ミシに来てからの五十嵐見てますと本当に、第一ピリオドで当たりが悪いとなかなかうまく調子に乗れないっていうのもありますもん。宇沢がぴったりマーク、スリーポイント決まった。同じですか、いや小林が入っています。酒井がこれまた小林、しかし日立小林の3プラス1スミスですね。そうですね、やはり彼ですね、はい、パスも